豊田市子供図書室は愛知県豊田市にある公共図書館。豊田市中央図書館の唯一の文館である。前身は1993年までアピタ豊田店にあった施設図書館、子供図書館。この施設図書館の閉館を機に1995年に高橋地区の旧公共公民館に移転。豊田市から運営資金の援助を受けつつ市民ボランティアが 運営していたが、2007年には、豊田市中央図書館条例が改正されて、正式に、豊田市中央図書館の文館に位置づけられた。アピタ豊田店子ども図書館と、豊田市子ども図書室の位置関係、名鉄豊田市駅東側にあった、スーパーマーケット、アピタ豊田店は、店内の6階の一部を用いて、児童図書館、子ども図書館を運営し、無料で、絵本や、 自動書を貸し出していた。しかし、不況の煽りで、アピタトヨタ店は、年間1000万円の運営資金を供出できなくなり、自動図書館は1993年12月25日、限りで閉鎖された。閉鎖時点では、蔵書約1万2000冊を有し、約1万2000人が、自動図書館に登録していた。アピタトヨタ店は、自動図書館の運営を、 名古屋市畜作の自動書専門店に委託していた。アピタトヨタ店の自動図書館が閉鎖されたのを機に、市民グループが蔵書を残そうと運動を行い、アピタトヨタ店から図書図書館の寄贈を受けた。豊田市は図書室がなかった高橋地区の旧公共公民館の一部を無償で提供し、さらに年間300から400万円の資金援助を行い、1995年3月に、 この場所に子供図書室が開館した。当初、豊田市は1998年の豊田市中央図書館会館を機に子供図書室への支援を打ち切る予定だったが、子供図書室ボランティアが想定以上に活発な活動を行ったことから支援の打ち切りは行わなかった。NPO 法人資格などを持たない任意団体に対して予算を支出することが問題化し、さらに 豊田市各地の交流館に図書室が整備されたことから2005年夏以降には豊田市中央図書館と子ども図書室ボランティアの間で支援のあり方をめぐる協議が行われた2007年には子ども図書室ボランティアが子どもの読書活動優秀実践団体の文部科学大臣賞を受けたこともあり同年12月には豊田市中央図書館条例で子ども図書室が 豊田市中央図書館の文館に位置づけられた。2012年度の利用者数は約13,900人。2014年度は17,700人だった。2015年3月26日には開館20周年記念式典が開催された。同時期の増書数は約2万4 0 0 0冊。子供図書室の休館日は月曜日と火曜日である。 子ども図書室の開館時間は10時から16時。休館日は月曜日、火曜日、年末年始。子ども図書室で貸し出した図書を、豊田市中央図書館やネットワーク館で返却することはできるが、中央図書館やネットワーク館で貸し出した図書を、子ども図書室で返却することはできない。子ども図書室では、自動書の貸し出しのほかに、ボランティアの読書相談員による図書選びや、 読書相談、年代別のお話し会を開催している。ありがとうございます。